皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回は春先におすすめのスキンケアというテーマでお話ししたいなと思います。春先というのは外来などでも肌荒れで悩まれる方が増える時期になるんですけれども、これには実は肌のバリア機能が大きく関わっています。今回はですね、春先にバリア機能が低下してしまう原因と、それに対しておすすめのスキンケア成分などを中心に解説していきたいなと思います。でまずですね、春先にバリア機能が低下してしまう原因には何があるかというところなんですけれども、これには主に3つの原因があります。まず1つ目が花粉や PM2.5 といったようなアレルゲンです。花粉というのはくしゃみや鼻水といったようないわゆる花粉症の症状を引き起こすだけではなくって、肌に付着した際に肌へのバリア機能を低下させてしまったり、あるいは人によってはアレルギー反応を引き起こすケースがあります。これはですね、花粉皮膚炎というふうに総称して言うんですけれども、湿疹などの明らかな炎症所見を認める際は皮膚科による適切な治療が必要になってきますので、そういった方はスキンケアだけではなくって薬が必要だということもぜひ押さえていただけたらと思います。で次にですね、肌のバリア機能を低下させてしまう原因というのが紫外線量の増加です。紫外線というとやはり夏のイメージが強いかもしれないんですけれども、実はですね、紫外線の量というのは3月になってくるとすでに中等度レベルまで上がってきます。具体的には紫外線の量というのは世界基準として UV インデックスというのが採用されているんですけれども、この UV インデックスが3から5という数値が中等度というふうに言われていて、6から7が高い状態というふうにカテゴライズされています。で、3月になってくるとですね、この UV インデックスがすでに平均 3.5 という数値が東京では観測されていて、4月になってくると4を超えてきます。 UV インデックスが中等度以上になってくると日焼け止めに加えて日傘や帽子といったような物理的なアイテムを併用することが推奨されるんですけれども、要はですね、夏と同様の UV ケアがすでに春先には必要になってくるということがお分かりいただけるかと思います。で、紫外線というのはシミの原因になるだけではなくってバリア機能の低下ももたらします。なので、まだまだ夏ではないからといって UV ケアをおろそかにしてしまうと、肌のバリア機能に加えて皮脂の分泌を促してしまい、ニキビの悪化などの原因にもなってきますので注意が必要です。最後に肌のバリア機能を低下させてしまう原因としては、新生活による生活スタイルの変化が挙げられます。4月というのはやはりですね、多くの人が新しい生活に環境が変化するタイミングでもあって、自分では気がつかないうちに身体的および精神的ストレスを抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。で、ストレスというのはですね、自律神経の乱れによって肌においてはターンオーバーの乱れの原因になってきます。ターンオーバーが乱れてしまうと肌のバリア機能も低下してしまいますので、そういった意味からも春先というのは肌荒れを引き起こしやすい時期になってきます。ではですね、こういった原因を踏まえてスキンケアはどのように気をつけたらいいかというと、まずはいつも以上に肌をいたわるスキンケアを意識するということです。これは具体的にどういうことかというと、優しい洗顔を心がけるということ、そしてしっかり保湿をするということ、最後に UV ケアを欠かさないということです。で、具体的なやり方などに関しては、以前敏感肌のスキンケアという内容で動画で解説していますので、ぜひそちらを参考にしていただけたらと思います。で、こういった基本的なスキンケア方法を見直していただくだけではなくって、春先におすすめのスキンケア成分をうまく取り入れるということも有効です。で、ここで私がおすすめのですね、スキンケア成分をいくつかご紹介したいと思うんですけれども、やはりまず最初におすすめとして挙げられるのがセラミドです。
セラミドというのは細胞間脂質の一つで、細胞間脂質は肌のバリア機能に重要な役割を果たします。で、このセラミドの低下によって肌のバリア機能の低下および乾燥やかゆみといったような症状を引き起こす原因にもなってきますので、セラミドを補ってあげることが大切です。で、セラミドというのはスキンケアで補うことはもちろんなんですけれども、食品ではお米やこんにゃくなどに多く含まれていて、口から取り入れてあげることも有効です。で、私が好きで使っているセラミドのアイテムというのは、まず一つがこちら、キュレルの純真保湿フェイスクリームです。で、こちらはクリームなんですけれども、非常にしっとりとしていて保湿力が高いアイテムの一つです。他にこちら、トゥベールのナノエマルジョンプラスと呼ばれる乳液ですね。で、これは乳液なんですけれども、どちらかというと化粧水に近いようなシャバシャバとしたタイプの乳液になるので、私はこちらを朝のスキンケアに、そしてこちらを夜のスキンケアにというふうに使い分けて取り入れています。で、スキンケアに加えて私はセラミドをサプリメントでも取り入れているんですけれども、こちらですね、手前味噌で恐縮なんですけれども、ドクターレシピのセラミドミックスというサプリメントをいつも内服しています。次にですね、おすすめのスキンケア成分はワセリンです。で、ワセリンに関しては以前の動画でも解説してるんですけれども、オクルーシブと呼ばれる保湿成分の一つで、要は肌の中から水分が蒸発することを防ぐ役割を果たします。で、それだけではなくて保護作用というのもワセリンにはあって、花粉などのアレルゲンが直接肌に付着することを防ぐ効果もありますので、花粉症や花粉皮膚炎でお悩みの方には非常におすすめの成分となります。私はですね、ワセリンはこちらのワセリンをよく使っています。で、本当によく使うので、最近ではこちらの大容量サイズが重宝しています。ワセリンの具体的な使い方などについては以前の動画でも詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧になっていただけたらと思います。で、次におすすめのスキンケア成分なんですけれども、それはシカです。シカというのは最近流行りのスキンケア成分の一つなんですけれども、抗炎症作用に加えて保湿作用もある成分となっています。なので、春先のバリア機能が低下した方にとっては非常におすすめの成分です。で、私もいくつかシカが配合されているスキンケア商品持ってるんですけれども、こちらのドクタージャルトのシカペアをよく使っています。で、以前少し動画でも解説したんですけれども、シカというのは妊娠性を予防するような作用もあるんじゃないかというふうに考えられているため、今はですね、顔だけではなくってお腹周りの体にも塗るようにしています。最後におすすめの成分としてトラネキサム酸が挙げられます。トラネキサム酸もシカと同様、抗炎症作用が期待できる成分なんですけれども、それに加えて美白効果もある成分というのが一つ特徴です。具体的にはトラネキサム酸は、シミの原因となるメラニンを作り出すメラノサイトと呼ばれる細胞の活性化を防ぐような役割を持っています。なので、抗炎症作用によってバリア機能の低下をいたわってあげるだけではなくって、紫外線量が高まる春先に美白ケアをしてくれる成分として特におすすめの成分となります。私が好きで使っているアイテムというのはこちらのチフレの美白潤いジェルと呼ばれるオールインワンジェルがあるんですけれども、オールインワンというのは一般的に一つのアイテムで完結できるようなスキンケアアイテムのことを言います。で、春先ですね、バリア機能が低下して肌が敏感な状態になっている方というのは、できるだけスキンケアアイテムをシンプルにするに越したことはないので、こういったアイテムは非常に重宝するかなというふうに思います。あと最近ではですね、こちら、イハダの薬用フェイスプロテクトパウダーと呼ばれる UV 成分も配合されたパウダーが発売されているんですけれども、こちらにもトラネキサム酸が配合されています。で、トラネキサム酸に加えて SPF40、PA4+ の UV 成分も配合されていますので、日焼け止めの塗り直しとしてこちらは非常に使いやすいアイテムかなと思います。
衣肌はですね、パウダー以外にもこちら薬用クリアバームと呼ばれるトラネキサム酸が配合されているワセリンもありますので、ぜひですねこういったアイテムをうまく取り入れていただくと春先の肌荒れにいいんじゃないかなと思います。あとはですね、最近使っている日焼け止めでこちらサンメディック UV 薬用サンプロテクト EX モイストという商品があります。でこちらは SPF が50+PA4+ になるんですけれども、トラネキサム酸が有効成分として配合されています。出してみるとこのようにですね、ジェルタイプで非常に肌の馴染みが良くって使いやすいところが個人的には好きなポイントです。このようにトラネキサム酸は基礎化粧品だけではなくって、パウダーやバーム、そして日焼け止めといったような製品にも最近では配合されているものもありますので、ぜひ興味がある方は一度チェックしていただくことをお勧めします。で、先ほどお話ししたように春先というのは夏と同様しっかりと UV ケアをすることが推奨されるんですけれども、春先バリア機能が低下した状態の方の中には、使う日焼け止めによっては刺激を感じてしまう方というのが一定数いらっしゃいます。具体的には、日焼け止めの UV 成分には吸収剤と散乱剤があるんですけれども、このうち吸収剤というのは人によっては刺激を感じてしまうケースもあるため、そういった場合は散乱剤が配合されているタイプを選ぶことをお勧めします。私が好きで使っているのはこちらのですね、アクセーヌのスーパーサンシールドブライトフェールと呼ばれる SPF50+ PA4+ のアイテムや、ノブの UV ミルク EX、 こちらは SPF32 PA3+ のミルクタイプの日焼け止めなんですけれども、こういったアイテムは吸収剤フリーのアイテムとなりますので、敏感な状態の方におすすめのアイテムとなります。で、最後にですね、インナーケアを整えるということも非常に重要です。具体的にはまず睡眠が挙げられるんですけれども、新生活を迎えた方というのはどうしても睡眠時間が短くなってしまったり、睡眠の質が低下してしまう方が多くいらっしゃいます。で、睡眠というのは十分な時間を確保することも大切なんですけれども、それに加えて質の高い睡眠をとるということも重要です。で、質の高い睡眠をとるためにはどういったことに気をつけたらいいかというと、これにはいくつかあるんですけれども、一つは寝る前の環境づくりが重要になってくるかなと思います。要はですね、自律神経を整えるためにはできるだけリラックスできるような環境を作ることが大切となってきますので、ご自分なりのストレス解消方法だったり、あとはリラックスできるような趣味などを見つけていただくことをお勧めします。で、私はですね、こういったラベンダーのオイルを寝る前に少し手首などにつけて香りを楽しんだりしています。あとはですね、寝る時にスマホを持ち込まないということも良質な睡眠をとるためには非常に重要となってきますので、少々難しいことかもしれないんですけれども、ぜひ意識していただくことをお勧めします。あとは食事ですね。食事の一つポイントになってくるのは腸内環境かなと思います。腸内環境と肌への関連性というのはまだまだエビデンスとしては十分ではないんですけれども、やはり健やかな肌を作るためには腸内環境を整えるに越したことはないというのが一般的な見解です。で、先ほどご紹介したこちらのドクターレシピのセラミドミックスにはプロバイオティクスとしてビフィズス菌も配合されています。で、こういったビフィズス菌というのは腸内環境を整える効果があるので一つ有効です。あとはですね、飽和脂肪酸と呼ばれる腸内環境を悪化させるような脂質をなるべく取らないように、赤肉などの食材を避けるといったようなことや、あとは食物繊維としてキノコや海藻類などを意識的に摂るというのは腸内環境を整えるのに一つ有効となってきますので、ぜひ意識していただけたらというふうに思います。ということで、今回は春先おすすめのスキンケアをテーマにお話しさせていただきました。春先どうも肌の調子が良くないなというような方は、一度ご自分のスキンケアを見直していただいて、かつ今回おすすめしたようなスキンケア成分をうまく取り入れていただけたらというふうに思います。
ということで、今回の動画は以上です。それでは